サムイエーデラは、チベットに混流された、最初の仏教僧院。西暦775年頃、ティソン・ゲツェン王の公園で、7世紀に、ソン,ゼンアンポーが導入して以来廃れていた仏教の、最高を図るために建てられた。インドのオータンタブリー僧院に習って建てられたと、言われる、中国チベット自治区産卵市のダナン県に位置する。この寺は、仏典に説かれる、世界観をモデルにした、 いわば立体曼荼羅となっている。聖徳害八秒の船寺はこの寺をモデルにしている。円形円形の壁に囲まれた地域の中央には、他の書道に比べひときは高い本堂があり、本堂の周囲には4つの大きな堂と小さな2つの堂4色の仏塔が配置されており、このような建物配置は常実のように巨大な曼荼羅を模したものである。本堂は、 世界の中心にそびえるスメール山を表し、四隅にある他の建物と本堂の東西南北は大陸と仏教宇宙の他の造作を表す。すなわち、四つの大きな堂は四大仏を表し、南方のインドア大陸、西方のオアシス世界、北方は北アジアの遊牧世界、東方は東アジアの中国世界を指すとみなされる。さらに、本堂の両脇にある円形と、 半月型の二道は太陽と月をかたどっている。本堂は数多くの宗教壁画や仏像、重要な歴史的遺物もある。この寺に多くのチベット人仏教徒が巡礼に訪れ、それは何週間もかかる場合もある。防壁伝承によれば、インドの僧、シャーン・タラクシタが彼の教典中心の仏教を布教した際に、寺院混流を最初に計画した。この場所が縁起がいとして、 建設を開始するも必ず途中で寺院は崩れてしまっていた。恐れた建築労働者たちは近くの川の魔物か悪い木がこれを引き起こしていると信じた。しかしパドマサンババが北インドからここに着くと寺院建設を妨げている問題のエネルギーを重複した。ダライラマ5世によればパドマサンババは タントラ的なバジュラキラヤの手法や踊りをして、既存で天王の養護と資金の援助を受け、シャーンタラクシタは、実務的な問題を解決してサムイエーデラを、混流したという。この伝承は、なぜタントラ中心のパドマサンババの教えが、経典中心のシャーンタラクシタの教えよりも優勢を、得たかということの説明になる。また、サムイエーデラの混流が、チベット仏教の独自の派。 人馬派の始まりとなる。サムイエーデラはインド仏教と中国仏教の修論が起サムイエーデラは文化大革命により1980年代大規模な破壊を受けた。今日でも宗教活動は続けられており、重要な巡礼目的地にして観光地である。1996年に中華人民共和国の全国重点文物保護単位に指定された。 チベット仏教の信仰が、モンゴル人や満州人に伝わった後、サムイエーデラスタイルの寺が各地に建てられた。このタイプの寺としては、熱カの船エデラ、北京の紫金城の雨価格、岩ンの四大部州などが現存している。ありがとうございます。